二人本当に仲良さそうなんですが、喧嘩したりとかっていうことはないんですか？どっちが先に好きになったかっていうのでこの前大喧嘩しました。お互いなぜか譲れなくて、向こうからだ向こうからだとか。改めて結婚おめでとうございます。ありがとうございます。まず辰さんにお伺いしたいんですが、はい、プロポーズはこのアニベルセルだったということで、なんでこの場所を選んだんですか？結構関東でいろいろこうプロポーズのことを探してたんですよね。そしたらもうここが一番自分がやりたいことがマッチしてて、例えばまあ何かを貸し切って、でそこからのチャペルでっていうところがすごく合致して、で一回ちょっと相談しに行ったら結構親身に聞いてくださって、あもう絶対ここだなと思って決めました。あの私が知らないところで結構勧めてくれていたみたいで、確かにいつプロポーズ来るのかなと思っていたんですけど、自分の中でもドラマの撮影とかぶってて結構忙しくしていたので、その中でもこう何回か会場に行って下見もしたりだとかいろんなことをしてくださってたので、なんかそういうことも含めて考えるとすごくありがたがいいなって思いました。そして先ほどはケーキカットならぬバルーンカットも一足早くされましたけれども、いかがでしたか？すごい音にびっくりしてしまって、でもなんかこういう演出方法って多分他のイベントでなかなかないじゃないですか。やっぱり結婚式場ならではのこうなんて言うんだろう、イベントごとだったのかなと思っていて、なんかこういろいろ参考になることがあって楽しかったです。辰さんはいかがでしたか？そうです、まあ、夏の思い出が寿司三昧しかなかったのでこういうバルーンカットっていうね、なかなかできないことをできてすごく嬉しいです。はい、お二人本当に仲良さそうなんですが、まあ、結婚発表されて2ヶ月ちょっと経ちましたけれども、喧嘩したりとかっていうことはないんですか？あでもどっちが先に好きになったかっていうのでこの前大喧嘩しました。全然着地しないんですよ、しかもその話がね、なんかこうどっちでもいいじゃないですか、どっちから好きになったかなって。でもお互いなぜか譲れなくて、向こうからだ向こうからだとかこうなっちゃったので、私は最終的にお互い徐々にいつの間にか好きになったでよくないって言ってるんですけど、ちょっと認めてもらえてないので。いや認めましたよ。嘘、はい、認めてくれた。認めましたよ、はい。じゃあお互い徐々にからでいいですか？はい、徐々にからでいいです。本当は辰さんどちらからだと思ってるんですか？徐々にです。お互い。やった、勝った。ありがとうございました。